はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、マクドナルドで LINEPay を使ってモバイルオーダーアプリの使い方や実際に使ったメリットやデメリットを解説ということで、今回はマクドナルドのモバイルオーダーについてですね、モバイルオーダーのサービス自体は、まあ、ちょっと前ぐらいからスタートしていたんですけども、まあ、僕自身まだトライしたことがなかったので、まあ実際の使い方ですとか、あと使った感想なども含めてお伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 ということで早速お伝えしていこうと思うんですけども、まあそもそもですね、モバイルオーダーって何ぞやっていうことなんですけども、まあその名の通りスマートフォンで事前に注文して、そこからまあ受け取ることができるっていうようなサービスとなってます。 それを使う際なんですけども、マクドナルドの公式のアプリを事前にまあインストールをして、で、ログインをしていただくと、それをすることによってまあ利用することができるので、まあ、かなり使い勝手としたらまあシンプルな使い勝手となってます。でですね、なんで僕が今回使おうかなと思った一つのまあ理由なんですけども、それが今出てるクーポンが出たからまあ使ってみようかなというふうに思いました。でですね、このクーポンなんですけども、今上にも出てるように、l i n e p イの特典クーポンとして出てます。で、今このまま読み上げると、 マクドナルドのモバイルオーダーで使える10%オフクーポンということになってます。まあ9月の1日火曜日の午前9時59分までということでしたので、まあマクドナルドでね、スマホ決済が使えるってことはないんですけども、このモバイルオーダーを返せば LINEPay で決済ができるので、もうこれはですね、キャッシュレスを発信してる僕からしたら使うしかないと思ってですね、今回は利用させていただきました。 で、簡単な説明はここまでで、こっからはですね、今から実際どんな風に使うのかというような簡単な使い方をですね、サクサクっとお伝えしていこうと思います。で、まず大事なのはですね、この LINEPay を使ってモバイルオーダーを利用される際なんですけども、必ずこのクーポンをですね、インストールをしていただく、まあインストールっていうかダウンロードをしていただく必要があります。で、専用ページにアクセスしていただきまして、 画面を指に下がっていただくと、ここにですね、LINE ポイントクラブでクーポン入手ということで、ここからアクセスをしたら、今出てるようなマクドナルドモバイルオーダー10%オフのクーポンが出てきます。で、最大でもですね、2000オフまで使うことができるので、まあ一人でも OK なんですけども、ご家族とかで利用される方であれば、まあ結構お得なんじゃないかなと思います。で、ここのクーポンを受け取るをタップ。するとクーポンを受け取りましたと出ればバッチリです。 ちなみにこのクーポンに関しては LINE のアプリからでもダウンロードできますので、まあ、そちらの方法からダウンロードしても結構です。それでは今度はですね、マクドナルドのアプリに入ってここからがモバイルオーダーの注文方法なんですけどもまずマクドナルドのアプリを開いたら下のタブを見ていただくと分かるように下のホームというところが選択されている状態となっております。で、右下のですね、オーダーというところタップしたらご覧のようにどちらの店舗で受け取りますかというような まあ現在地プラス、まあ、そのの近くくくくですすね店舗がちょくちょょと出ててるようになっております僕は今回ですね、こちらの天神西通り店というところを利用させていただきました。まあ、つい最近ですね、ここの店舗が改装したというよりか新しくオープンしたので、まあ、ちょっとそこも好奇心持って利用してみようかなということで、こちらの店舗を選択しました。で、実際にタップしていただくと、天神西通り店の情報が出てきまして、この店舗を選ぶを選択します。 そうするとですね、ここのメニューみたいなものが出てきます。今出てるのは、まあ、おすすめというか、期間限定の商品が出てますね。で、ここに右でスライドしていただくと、なんとですね、あの、マクドナルドのアプリをこれまで利用されたことがある方であればわかると思うんですけども、クーポンも利用することができるんですよ。このクーポンというのは、マクドナルドのアプリを使って、まあ、通常の商品が少し安く購入することができたりっていうようなものになってるんですけども、このクーポンタブを使っても注文することができます。 で僕は今回気になってたハワイアンパンケーキキャラメルマカダミアナッツを注文したかったのでこのクーポンを使うをタップしますまあ10円安くなってますね で、選択された状態で、このままカートに追加をタップします。他にもですね、ここのクーポンタブに、プレミアムローストコーヒーの M サイズが150円か120円で注文できそうだったので、こちらも同様にですね、カートに追加をタップして、あとは、ま、あ朝マックだったんですけども、レギュラーメニューの中で一つ頼みたいものがありまして、このソーセージマフィンというのは頼みたかったので、110円ということでこれをタップして、で、同様の右下のカートに追加をタップして進みます。で、ここからがちょっとポイントなんですけども、 今出てるご注文内容の確定の画面なんですが、ここのですね、ご利用方法を選択してくださいということで、まあ、今回4つ選ぶことができます。上から見ていただいたらわかるように、テイクアウトですとか、駐車場で受け取るとか、 あとはテーブルにですね、スタッフの方がお届けしてくれたりですとか、あとは店内でのお食事と、カウンターでの受け取りという、この4種類がございます。まあ、今回僕が利用した店舗に関しては駐車場がなかったので、上から2番目の駐車場で受け取るがちょっと薄くなってますね。で、僕はここの店内でお食事をタップしました。 次にお支払い方法を選択してくださいということで、ここにまあ l i n e p y とクレジットカードを選ぶことができます。で、クレジットカードなんですけども、今現在モバイルオーダーで利用できるクレジットカードは VisaMaster、JCB、d イ n a s 4つのブランド、そしてスマホ決済であれば l i n e p y が利用することができるということですね。で、僕は今回 l i n e p y を選択しております。で、画面を下の方に下がっていただくと注文を確定するというとこがあるので、ここをタップします。で、そのまま進むと一番上の受け取りに進むをタップします。 で、今度はですね、LINEPay で決済する画面に切り替わります。で、LINEPay で決済する際にですね、ちゃんとクーポンが反映されてるかチェックしていただきたいんですけども、今出てるようにちょっと小さくて申し訳ないんですが、51円引き10%オフがクーポンとして選択されてる状態となっております。あと、真ん中の方を見ていただいたらわかるように、LINE、まあ、ポイントが利用することができるということで、まあ、無理に使う必要はないんですけども、LINE、まあ、ポイントの消化で、このモバイルオーダーとしてまあ当てることができるということですね。 で、あとはもう僕は Visa Line Pay クレジットカードをセットしてるので、まあ、チャージペイを使って459円を支払うっていうところをタップします。で、決済の確認画面として獲得予定ポイントとしてプラス13ポイントですね。しっかりと3%分が反映されますね。で、決済をタップします。そしたらご注文ありがとうございますということで、ご注文番号の M98 というものが僕のスマートフォンに今表示がされてる状態となっております。 で、僕がですね、注文した瞬間にですね、しっかりと、この今画面の方に、まあ見ていただくとわかるように、ここにですね、M98 っていうのはここに表示がされてるんですよね。もう注文した瞬間のもう2、3秒ぐらいで表示されたので、めちゃくちゃ反映も早いです。あとは注文番号を店員さんに呼ばれて、商品を受け取るという流れでした。なのでまあ注文して受け取りまでは、本当にスムーズでめちゃくちゃ簡単にできましたね。ちなみに届いた商品のこちらなんですけども、ちょっと見た目はあれなんですが、 この、ハワイアンパンケーキキャラメルマカダミアナッツということなんですけども、思ったより美味しかったです。なので、まあちょっと甘いの好きな方がいらっしゃいましたら、ぜひ注文してみるのもありだと思いますね。そして、あとは何と言ってもこのソーセージファミリー、まあ110円なんですけども、これですね、冗談抜きで僕個人的にめちゃくちゃ好きなんですよね。今回は久しぶりにマクドナルド行ったんですけども、一時期朝マックにハマってた時期は、1回の注文で3個ぐらい頼んでた時期もありましたね。もうさすがに今はできないです。 で注文方法は以上なんですけども、僕が今回のマクドナルドのモバイルオーダーを使って良かったポイントを簡単に3つ挙げております。 まず一つ目は、注文の際に並ばずに済むということですね。やっぱりこれが一番魅力的なんじゃないかなと思います。もちろんね、店舗に行ってそのまま並んで注文するのも全然ありだと思うんですけども、もうマクドナルドとか行き慣れてる方がいらっしゃれば、もうアプリを使って事前に注文した方が結構早く、まあ、商品の受け取りもできるので、ストレスなく使うことができるというところが本当に魅力的かなと思いますね。まあもちろんその注文する際にお店の外から事前に注文して、まあ店内に入るとかも全然ありだと思いますし、 まあちょっと季節的に暑いので店内に入ってまあ自分のスマートフォンから注文してあとは受け取るだけとそれでも全然ありだと思います次2つ目はゆっくり注文ができるということでこれでですね結構僕重要なんじゃないかなと思うんですけども なんかあの、マクドナルドに行った際に、まあ注文する時にですね、なんか変な圧というよりかプレッシャーがってかかりませんなんか。まあ特にね、お客さんが全然いなかったりすればゆっくり注文できるんですけども、後ろにお客さんが何人かこう並んでると、なんかこうちょっと圧を感じる時ってのがあるんですよね。なので、まあもしそれが気になる方がいらっしゃれば、まあこのモバイルオーダーはもうぜひ使っていただくのが一番いいかなと思います。 最後三つ目は LINEPay が利用可能ということですね。まあ、LINEPay を使うことのまあメリットはその3%分の還元を受けること、チャージ &Pay を使って LINEPay の還元を受けることができるっていうのがまあ魅力的なところもあるんですけども、LINE ポイントもしお持ちの方がいらっしゃいましたら、その LINE ポイントを使って注文することもできるので、それはそれで結構ね、いいんじゃないかなと思います。 そして、まあ、全部が全部いいっていうわけではないんですけども、ちょっと気になったいまいちなポイントをですね、僕二つ挙げております。いわゆるそのデミリットというところですかね。一つ目は LINEPay での決済はモバイルオーダーのみ利用可能ということで、まあ、結構ですね、マクドナルドに関しては決済方法結構多いんですよね。クレジットカードも使えるようになってますし、電子マネーの、まあ、ある程度使えるようになってます。クレジットカードであればタッチ決済も全然使えるんですけども、 今のところまだスマホ決済自体は全然使えないんですよね使えるとしたらこのモバイルオーダーのみしか利用することができないのでそこがちょっとスマホ決済を普段から利用されている方に関しては不便に感じることもあるんじゃないかなというふうにも思いました そして最後二つ目なんですけども、D ポイントですとか楽天ポイントに関しては、アプリ内での利用は不可ということになっております。まあ、先ほどのね、僕が決済するまでの流れを見ていただいたらわかるように、ま、注文とか LINEPay での決済までは結構スムーズにはできるんですけども、この D ポイントとか楽天ポイント付与されるような画面っていうのは全然なかったと思うんですよね。なので、もし、ま、D ポイント、楽天ポイントをもらいたいという方がいらっしゃいましたら、ま、店頭で注文する際に店員さんにお伝えするのが一番いいんじゃないかなと思います。なので、もし、これが が加わればさらにモバイルオーダーの需要っていうのは、まあ、かなり 上がってくるんじゃなないいいかなという,ふうにも思いましたまあ、そんなこんなで今回はマクドナルドのモバイルオーダーのまあ使い方であったりとかメリット、デメリットについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。いや、ほんとね、実際に使ってみた感想としたらめちゃくちゃ使いやすかったですね。まあ、どうしてもですね、店員さんに例えばこれをこうしてほしいとか、あれをこうしてほしいとか、口頭でその注文しなければいけないっていうことがあった場合に関してはもうこれはもう全然店員さんにお伝えするのは全然ありだと思うんですけども、特にまあシンプルな 注文ですね先ほど僕がやったような注文であればモバイルオーダーを使ってもサクッと支払いまで済ませたらかなりまあスマートにね マクドナルド自体をまあ楽しめるんじゃないかなというふうにも思います。アプリ自体も使い方全然難しくないので、まあ、ちょっと今後トライしてみようかなという方がいらっしゃいましたら、一応下の概要欄にモバイルオーダーについての公式リンク貼っておりますので、詳細気になるなという方がいらっしゃいましたら最後感じゃったんですけども、ぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。